赤市レッドソルジャーズは、かつてプロ野球関西独立リーグに所属していた、兵庫県のプロ野球チームである。2008年に発足し、2009年により、リーグに加盟した。2011年以降は活動休止となり、その状態で、リーグ自体が活動を停止した。設立当初は、ハリーマレッドソルジャーズの名称で、姫路市。 高砂市などを含む針間地区の広域を活動拠点にする予定であった。しかし、野球を通じた地域振興を進めていた赤石市を本拠とすることになり、2008年9月24日にチーム名を変更した。同時に、赤石公園野球場を本拠地球場とすることが決まった。この他に、高砂市野球場や兵庫県立淡路佐野、 運動公に野球場でも公式戦を開催した。上記の名称変更は、赤石市が運営面での支援を約束する前提でなされたもので、当時赤石市長であった北口博人が公演会長を務めたり、市の施設に球団事務所を置いたりした。しかし、この名称のために、赤石市以外の県政部に所在する企業がスポンサーを辞退し、 運営面に影響をもたらした。さらに市による球団への支援は市民から問題視されたことで初年度終了後に事実上取りやめとなった。また、本拠地の明石公園野球場には照明設備がなく、リーグ発足前には移動式の照明設備を設置する構想について、兵庫県議会で井戸都市蔵知事から整備する方向で検討すると表明があったが、 実現することがなく、試合はすべてデーゲームで開催された。初年度は、主催36試合18,959人だった。観客動員は、2年目には、主催34試合で3,435人と、大きく落ち込んだ。一連の経営環境の悪化で2年目のシーズンで、活動を休止した。ソルちゃん。 誕生日は2008年7月1日。公式ウェブページ、球団マスコットキャラクターの欄には、名前が記述されていなかった。リーグのマスコットでは、唯一の人間系キャラクターであった。タコをモチーフとしており、被っている帽子からは、タコの足に類似した突起が伸びている。公式イラストでは右手に体を抱えて、左手にバット状の丸太を持った姿であった。 花には、絆創膏を貼っている。泳ぎや、暑さ、熱湯が、苦手という設定がなされていた。戦士をイメージしている。背番号は、135。球団スポンサーの山陽電気鉄道は、2009年に、沿線ライドの広報誌、エスコート6月号の表紙にあしらい、また図柄に描いた、スルッと関西、エスコートカードを発行したことがある。 赤獅子がチームの講演会に人的支援を行ったり、施設使用料の減免をしたとされる内容が違法な便宜供与ではないかという意見が赤獅子議会で出され、住民から監査請求が起こされるに至った。請求に対し市の監査委員は2009年11月に営利活動への支援につながり、地方公務員法の職務専念義務に違反するとして、 支援した職員の人件費や施設使用料等19万円の返還を勧告した。これに対し住民は同年12月、北口博人前市長に関西院が認めなかった部分の支出1100万円の返還を求めて神戸地方裁判所に提訴した。最終的に前市長が市に39万円を支払うことで2011年9月に和解が成立し、 原告住民は、訴訟を取り下げた。ありがとうございます。